まーて。はい、こいだー。なんといってもこの外観というか、このデザインがめちゃくちゃスタイリッシュで可愛いっていうのが一番なんですけど、写真がめちゃくちゃ画質が良くて、やっぱり写真めちゃくちゃ撮るんで、インカメもうすごい画質、自分の毛穴が見えるぐらい画質がいいので、なんかたくさん写真撮りたくなるなって思います。 Galaxy S22 があったら毎日楽しくなりそう。そうですね、今日は自分の愛犬のグミちゃんと一緒に撮影だったんですけどまあちょっとうまくいかない点が多くて大変だったんですけど、この新しい Galaxy S22 でめちゃくちゃいい写真がたくさん撮れたのですごい楽しかったです。いや、初めて手に持った時にまず薄くて軽いなって思ったのと、あとこのなんかスタイリッシュなデザイン、なんか無駄のない感じがめちゃくちゃ使いやすそうで、でね、しかも機能もなんかカメラ機能とかがすっごい画質が良くて、なんかすごいズームしても結構画質がいいままだったりとか、あとなんか動画とかの機能もなんかすごいたくさんあったので、いろいろ試したくなってみましたね。でもやっぱり愛犬いやマジで多分毎日のように撮ってるので、なんかね、そんなに本当毎日変わってるわけじゃないんですけど、なんか今の体勢かわいいとか、何今の格好みたいな時になんかパシャって撮ったりするので、基本的にお家でグミちゃん撮ってることが多いとは思うんですけど、まあ、でもあとは仕事場で自分の自撮りの写真を撮ってそれを SNS に上げたりとかもするんで、まあどっちもどっちかな。スマートフォンの中はもうワンちゃんだけ。あ、もう写真は結構自撮りかワンちゃんかで多分溢れてますね。あんま私食べ物撮らない人なんで、基本的に自分の写真か犬の写真かが多いですね。そうですね、まあ、最近はあんまり、ね、外に出歩けないのであんまり撮ってないですけど、でもなんか夜景とかなんか星とかなんかそういうなんか撮ると伝わらないけど、目で見るとめちゃくちゃ綺麗なんだけど撮るとちょっとなんかみたいな時が結構あったので、ちょっと今後期待ですね、その夜景とかは。まあ、春に限らずあんまり挑戦しないタイプなので安定に行きたい本当食べ物にしろ何にしろ
なんか同じものばっかりとか、なんかチャレンジ精神が一切ないので、多分この春も静かにいつも通り過ごしてると思います。まあ、冬はスノーボード、夏はダイビングとか、なんかそういうちょっとアクティブなことだったりとかは、まあ、ずっと結構もう長年ですけどやってることではありますね。スノーボードとかもそうですけど、やっぱ挑戦すると怪我するので、調子に乗らずに楽しむことが一番いいなっていうだからそこもなんか静かに安定して楽しんでるだけですね。そうですね、いや本当にこの Galaxy S22 の良さが伝わればいいなと思うんですけど、ぜひぜひこれはもう実際にお店とかでもなんか写真とか撮ってみて試して実感して欲しいなっていう、多分撮って触ったらもう本当に分かると思います、この良さは。なんでぜひぜひね、お店とかでもう何でも、携帯さんとかね結構いろんな写真撮りたくなると思うんですけど、ぜひぜひ撮って実感、これを良さを実感して使ってみてほしいなって思います。